けどね、やっぱ沖縄はいいですね。住みたいわ。ちょっと明日ここ激朝ですわ。撮ってる人なんか記念撮影、カップルが記念撮影してますわ。やばいやばい、申し訳ない、申し訳ない、ちょっとこんなこんなやつがおったら申し訳ない。もうね、口のとこにね、もう水がね、塩水が入ってきてキリがないので、もう息止めることにしました。で、海見てください、すごい綺麗ですよね。ね、あのこのゴーグルなんですけど、ちょっといいやつとちょっとまあ安いやつとあったんですけど、いいやつの方が断然に機能は良かったです。もう水全然入ってけんし、これはね、水入ってくるタイプでした。え、何これ何これ、ちょっと待って、すごいすごいことになった、すごいことになった、はいはい、ね、もうすっごいね、あの気持ちよかったです。お母さんがあのちょっとナマコを見つけた、でっかいのナマコ見つけたよって言うから見てみたら、おったまげ、そこにあったのは木でした。ね、ナマコナマコ言うから見てみたらね、木でしたよ。はい、こういうのがお母さんあるあるですよね。本当に透き通って綺麗くないですか。今日はね、晴れてすごく
気持ちよかったですね。もうめっちゃ綺麗かったです。取れてるの？取れてる？入ってくるか。口で白口で。ここからですね、ナマコ祭りではシュワシュワが始まるので、ナマコ苦手な人はですね、静かにこのチャンネル閉じてください。結構ナマコパレードで、もうナマコを見るのだけで楽しんでますね、私ら。なんかもう踊ってます。はい、ワンツースワンツース泳いでない。もうめっちゃあれ、あのもののけ姫のサンみたいな感じになってますね。わかります？海というか池で歩いてこんなでかいよっていう感じでね、見せてるんですけど、なかなかこう触るのは勇気いりましたね。なんかちょっと怖かったです。めっちゃみたいにうんちみたいに落ちてんのよ。それとね、この下にあの生えてる草あるじゃないですか。何水草っていうんですか知らないんですけど、食べれるみたいですよ。なんか沖縄の人に聞きました。で、あのこういう砂場の部分もあったりとか、あの本当にね、あの岩とかがあんまないので、で浅いしね、子供さんがすごく遊べる場所だなって思いました。ちょっと左の目見てください。ちょっともうゴーグルで持っていかれてます。目おもろ。ピースちゃうね、ピースちゃうね、ピースピースちゃうね。なんか自分でもびっくりしたんですけど、なんかすごい意味わからんこの動画が撮れてて、なんか音音声もないし、なんかずっとひたすらこのなんかようわからん動画で、これ何がしたいんかわかんないんですけど、ちょっともうあの人魚姫みたいな感じで撮りたかったんですけど、目開けられへんからこんな状態です。もうちょっと大丈夫かなって、放送できるかなっていうやつです。本当に綺麗で、太陽のね光の加減によって色が変わるんですよね。すごいなって言いながらね、ちょっと魚おらんなって頭かいてるとこなんですけど、なんと見つけました。でっかい魚です。この魚は取らなあかんでしょうっていうので、野生の本能が働きまして、すっごいスピードで近づいていってます。怖いわ。サメのように、サメのごとく、もう海の抵抗なんて関係ありません。すっごい速度で私は泳いでいます今。はい、でも逃げちゃうんですよね、やっぱりね、警戒心強いからね。はい、はい、ここでねちょっとねファンサービスしてますね。ファンサしてます。イエーイみたいな、見てるよみたいなっていうのは嘘で、お母さんが二本立ちで私のことを監視してます。私が海に行くとお母さんは絶対にあの危ない、どこに行くかわからんからっていうので、常に二本立ちで監視されます。なあ、言葉じゃあるまいしもん。お魚さんとバイバイして、今日は一日終わりたいと思います。本当に楽しかったな。じゃあ2日目に、なんじゃこれ、なんじゃこれ、髪の毛ちょっとちゃんとしてということで、次の日に行きたいと思います。バイビー。化粧してきましたけど、潜ります。ありがとうございます。ああ、もうこんなことに、こんなことになってんだけど、あ、なんかおるんちゃん、なんかおるんちゃん、歯袋がだけは勘弁してください。うわ、見てほら、すごい。なんかすごい。ちょっと潜っていいですか？あー、痛い痛い。あー、痛い痛い。お、え、水風呂。うん、あった。すごい。すごいぞ。うん。ここからですね、素敵なサンゴ、皆さんご覧ください。なんかね、私が知ってるサンゴの形ではないサンゴの形がいっぱいいましたね。で、こうやって今泳いでるんですけど、このサンゴはね踏んではいけないんですよ。サンゴって一回踏んでしまうともう再生できないらしく死んじゃうんですって。だから踏まないように、あの歩けるとこは歩いて、まあ、見学できるとこは見学するっていう、プカプカ浮くっていうタイプですね。で、魚もいっぱいいてるんです。すごくない？いっぱいいてる、かわいい。はい、すごくね、太陽のこの光にゆらゆら揺れながら優雅に泳いでる魚を見ると、なんか普段こう普通にこう過ごしてるけど当たり前の生活っていうのがないんだなっていうのをね改めて感じるというか、なんかすごくね、もう人魚の家みたいな感じやん。い
いやすごい綺麗って言ってね、こうもう私の基地にしようかなみたいな感じでこうもうすごい喜んでます。お母さんここやばい、来て早く来て、魚でっかい魚おる、お前が一番やばいぞという感じなんですけども、髪だけむくしゃくしゃって、あのね本当にね、あのこう魚たちが可愛く泳いでる中なんですけど、ここのねサンゴって結構危なくって、あの一回こう踏んじゃったらさっきも言うように死んじゃうっていうのもあるし、あの怪我もするんですよ。思ってるより硬いんですねサンゴって。だからあのサンゴも傷つくし自分らの体も傷つくから、あのできればボディースーツみたいなのとかなあかんかったなっていうところですね。ちょっと反省です私は。でも色とりどりの魚に癒されながら私はこうやって見てるんですけど、私らはね結構浅瀬の方で遊んでたんですけど、結構向こうの方までねあって、あの家族の人たちがね、あのみんな友達かな分からんけど、あの浮き輪でプカプカ浮きながらあの楽しんでました。ね、本当にこうやってねサンゴを間近で見るっていう機会ないじゃないですか、魚が間近におるみたいな。なんか沖縄ならではの楽しみ方っていうのがこういうことなんだなって思いました。ですごいね、見たことないサンゴがいっぱい生えてますけど、生えてるっていうのはおかしい、あの生きてるんですけど、すごい目の保養になりましたね。魚逃げないんですよね。でね、ここでね、まあ、隣の方で泳いでた子が、貝をね、取ったって言ってくれました。これ触っていいやつなんかな。でも、なんかいろんなもの落ちてるんです。ナマコもそうやし。で、ここでね、あやきがすっごいものを発見します。海蛇。うそやん。まだまだ潜りますよ。ザブーン。ね、あのね海に来たら結構潜っちゃうタイプですね。時間忘れて。今日はね本当にあの天気にも恵まれて嬉しいなっていうところなんですけども、本来はねあのゴーグルも取ってやりたいんですよ。もう自然のままで行きたいんですけど、やっぱ目痛いからやめときますということでね。見てください、この手前のね、なんかもうあのもずくみたいな、わかります、なんかあのちょぼちょぼ、もう可愛いんだから愛してる愛してる愛してるって感じなんですけども、魚が優雅に泳ぐ中でこの水滴、なんていう、泡もなんか好き。はい、いっぱい魚がね集まってきて、あの餌あげてないのに集まってきて、私はここにいるよって言いながらね、ちょっとビビりながらね、まあ、サンゴに近づいたり魚に近づいたりしてるんですけども、本当にこういう場所が私にとっては癒しですね。本当に綺麗。見てください、このサンゴの隙間よく見えますか、こう手の先ですね、ちっちゃな黒いね魚がほらいるんです、かわいい、すごいちょっと攻撃してるんですけどあのね多分卵あるに違うかな、わからんけど子供いてるんか、守ろうとしてますね。すごい勇敢なる魚ですね。やっぱりねこう自分たちのね家族は自分で守らなあかんっていうことでね、魚も分かってるわけですよ。ということで私たちもねやっぱり自分たちの国は自分たちで守っていく、そういう気持ちは大事だなと思いますね。こういう大自然も本当に私たちが守っていかないといけないですよね。見てください、ここね多分サンゴなんかな、岩なんか分からんねんけど、あの挟まってました貝が。こんな感じでね、まあ、日常、まあ、日々の毎日のとは非日常じゃないですか、こう旅行に来るとかって、で海に潜るってなんかすごい不思議な感覚にも陥りますよね。そういう時に本当に日頃のありがたみというか、なんていうの、常にこう楽しく歌えていたりとか、楽しく食事ができてるってことに感謝、改めてできるなって思いました。皆さんは、趣味とかそういう好きなこととかありますか？見てかわいい、夫婦かな、わかんないけどかわいい、好きなことを見つけるって大事だなって私も思うんですけど、なかなかねやっぱ難しい部分もありますよね。くしゃみ、びっくり、溺れてんのかな。いやそんなやつおるっていうとこなんですけども、くしゃみかえという、もう万年のね、万年って何かわからんけど、ずっと鼻炎なんですよ私。
粘膜なんていうの、あのずっともう一生鼻炎のやつ、万年鼻炎、鼻炎、まあそんなどうでもいいんですけど、はい、これね本当はね浸水しようと思ってるんですよ。もう直角に降りてもうめっちゃ下の方に潜ろうと思ったけど無理でした。見たことないあのサンゴがめっちゃ出てくるんですよね。みんなこんななんかわかる、このちょぼちょぼわかるやん、なんかあんななんかすごい台形みたいなやつ見たことありますか？初めて見てんけど、はい、ちょっと口に加えてやりましょうかっていうことでね、こういうサンゴだけ見とく時間って大事ですよね。私にとってすごい大事ですね。あのサンゴを見るとこうなんていうの、スッと心がこう軽くなるというか、こうなんていうの、日頃の疲れというか日頃の疲れはないけど、別にないけどさ、ないけどさ、こうやってなんかぼーっとする時間って大事ですよ人間。なんかじいちゃんが言ってました、あのね、人間は脳疲れちゃうから、あの常にフル回転使ってたらあかんよって。だからそういう時はどうするんって相手聞いたら、あの角っこを見とくみたいな部屋の角っこずっとぼーっと見とくの結構いいでみたいな感じのこと言ってて、いやじいちゃん斬新やなと思って。でまあそういうまあね、いろんな悩みとかあるじゃないですか、私にもあるんですよ、でもそういう時はやっぱりこうなんか、まあ、ぼーっとする時間を作る、ぼーっというかなんか、まあ、何も考えないっていうことはできひんから、ほわーってすること大事で、人生ってもう気を散らしてなんぼみたいな感じじゃないですか。だからこのなんかすごいな、このサンゴ、これもすごいな。でちっちゃいの見て、魚もちっちゃい魚いっぱいおんで、めっちゃ可愛くない？これ子供やんな絶対な、めっちゃ可愛いねんけど、ここで興奮してますけど、そうやっぱね、そういうの大事ですよ。こうあんまり詰め込みすぎるとかさ、やっぱ真面目な人ほどやっぱりこう頑張っちゃうから、もう頑張らなくていいんだよ、頑張ってるんだから。だから少しずつね休憩しながらやるっていうのはすごく大事だよっていうことを私は言いたいですね。はい、ことでもう歩いてます、泳ぐのをやめて歩いてます。なんかねだんだん後半につれてね晴れてきて綺麗ですよね、海が。なんか新しいものはないかなと思って見てるんですけど、ねもうこのねあの時間長いですよね、もういいよって感じですよね、もうそろそろ終わりますわ。はい、あ魚近くにおるって言ってね、さっきの魚ちゃうんかいって話なんですけども、同じとこぐるぐる回ってるんですよ、なぜなら怖いから。はい、変なこう海のこう流れ方をしていて足取られても嫌やし、結構その辺は慎重派なんですね私ね、今気づきました。大きなんか小さい時は想像でもなかったけど、やっぱ知識を得たことでいろんなこうな海の怖さとか知ってるじゃないですか。知識を得ることによって臆病になるっていうのはあるんだろうなと思いますね人間。それは何でもそうだなと思いました。まあ、チャレンジしたいけど、これやったらどうしよう、こうなったらどうしようみたいな、ちょっと不安感に駆られちゃうみたいな、それはな、あれ誰でもあるんかなって思いましたね。この海で勉強になります。おお、かわいい。ふう。ちょっとかわいすぎますよね。ちょっと私の周りくるくる回ってるんですけど、ちょっと何アピールされてんの？かわいい。ね、このね、大きな海からいろんなことを学びますよね。はい、ということで、今回も最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。あともうほんまちょっとで終わりますんで、最後までね、見ていただけたらと思います。あとチャンネル登録もお願いします。切れない今この火の当たり方。